ニーダーバルト記念碑ニーダーバルト記念碑は、ドイツヘッセン州リューデスハイムアムラインの近くのニーダーバルトにある記念碑である。丘の上にそびえる記念碑この記念碑は、夫婦戦争後のドイツ帝国発足を記念して建設された。建設にあたっては、1871年9月16日に、ビルヘルム一世が最初の石をここに置いた。 記念碑制作のために彫刻家、ヨハネス・シリング、建築家、カール・ワイスバックが選ばれた。この記念碑の制作費は100万金マルクと見積もられ、1883年9月28日に落成式が行われた。高さは38メートルあり、全ドイツ人の統一を記念している。中央の人物像は高さ10.5メートルのゲルマニア像である。その右手には、 ドイツ皇帝の定冠を掲げ、左手には皇帝の剣を持つ。ゲルマニアの下には大きなレリーフがあり、ビルヘルム一世が手高く乗馬した姿と軍隊の指揮官や兵士らを描いている。また、ラインの守りの詩も彫られている。石踏みの左手側には平和の像、右手側には戦争の像がある。記念碑の碑文はゲルマニア像の基台に彫られており、次の文章が彫られている。 スムアンデンケンアンダイアインムエセッチシー・イグレッシュ、アーヘイブングでドイチェンウォックス・ウントアンダイ、ビダーフライトンでドイチェンライショス1870から1871。これは彫刻家、ヨハネス・シリングによる、全ドイツ人の勝利という元々のアイデアが、大敵フランスに対する敵意を込める形に変更されたものである。ニーダーバルト記念碑へは、 リューデスハイムアムラインからロープウェイを使っていくことができる。また、アスマンスハウゼンからチェアリフトを使っていくこともできる。あるいは自動車、徒歩で行くこともできる。ありがとうございます。